よしまほ。キラヒヨ園へようこそ。後編。さあ、きらめきひよこっこのみんな、集まれ。お歌の時間だよ。はい。なんで全員でやらなきゃなんだ。サッカーやってたのに。お歌はね、みんなで歌った方が楽しいだろう。休み時間とお歌は組とか関係なくみんなでやらなきゃ。ほらひなと、ここは僕の可愛い顔に免じてお願い。まあいいけどね。あとウィーは言うほど可愛くないよ。はあ？どういうこと？すみません。ちょっとカイ、反射的に謝んないでよ。そのタイミングだとまるで本当に可愛くないみたいじゃん。静かに、お歌に入れないよ。すみません。それじゃあ、僕のピアノに続いて歌ってね。こぐま組のみんなも準備はいいかな？それじゃあ始めるよ。せーの。みんなにお歌を歌わせるだけでも一苦労だね。最初からよしよし魔法で言うことを聞かせる方が早いんじゃないですか。それじゃあ子供が成長しないよ。自分で考えて自分で行動する、その成長を誰よりも近くで見られるなんて保育士の特権だよね。そんなものですかね。ん？ローさん、そんな風に思えるなんて感動です。確かにそうですよね。子供の成長が見られるなんて保育士は素晴らしい職業ですよね。成長を見られるのもこのプリスクールだからだよ。他のプリスクールみたいに効率重視になったら子供の自主性が成長しませんもんね。きらめきひよこっこ、絶対に閉園になんかさせません。意気込むのはいいけど、まずは最低限の実力をつけることだな。よしよし魔法のコントロールすらできないくせに。さあ、次は何を歌いたい？一慶先生は何がいい？なら、猫踏んじゃったなんてどうかな。その後は僕を踏んでくれる？一慶さんのあれ、冗談で言ってるんですよね。あれは本気の顔だ。よく保育士になれたよな。何話してんだよ。純もサナも一緒に歌うぞ。うん、一緒に歌おっか。俺はパス、あとは任せるわ。サナさん、どこに行くんですか？誰にも言うなよ。実は俺、原因不明の病気で横にならないと死ぬんだ。え、本当ですか？そんなわけないだろう。サナ、そう言ってサボるつもりかい？サボるなんてそんな。仕事中にちょっと息抜きするだけです。それをサボるって言うんですよ。サボりなんて許さないぞ。サナ、ほら、こっち来い。こら、引っ張るな。服が伸びんだろ。だったら来い、歌うぞ。もう、よしよし。大変だ、ひなとくんが寝ちゃった。また勝手によしよし魔法を使って。ローさんからも何か言ってください。使ってしまったものは仕方ない。よしよし魔法はたくさん使った方が力も強くなるしね。サナ、ヒナトを他の教室で寝かせてきてくれるかい？はい、喜んで。よいしょ。
サナさん、この後お昼寝の時間は別にあるんですよ。そんなよしよしの魔法の使い方は良くないですよ。忠告ありがとう。でもよしよし魔法をちゃんと使えないやつにとやかく言われたくないな。それを言われると、ジュンが俺より上手いよしよし魔法を使えるようになったら、その時は喜んで忠告を聞いてやるよ。じゃ、ヒナトを寝かせてくるから。ヒナト君、大丈夫かな。まあ、お昼の前には起きるだろう。さて、お歌の時間の間にみんなの給食を用意しておくか。ジュン、手伝ってくれるかい？はい、もちろんです。それじゃあお手手を合わせて。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。さあ、給食の時間はおしまい。お昼休みはお外で遊ぶよ。わーい、よっしゃ、カイ、サッカーやろうぜ。いいぞ。よしよし。技じゃなくて、よしよし魔法な。よしよしと唱えることで、保育士は魔法を使える。子供にのみ使用が許された特別な魔法。その仕組みはまだ解明されていないんだけど、ロマンを感じるよね。天気を変えたり、馬車を出せたりする人もいるんだよ。へえ。でも、ジュンは使えないよな。使えるよ。そうだ、ひなとくん、高い高いは好きだよね。まあ嫌いじゃないけど。それじゃあしてあげるよ。よしよし。あ、うわ、体が浮いて。それ、高い高い。やば、何やってんだ。よしよし。お前殺す気か。ごめんごめん、次はうまくやるから。次なんてねえよ。もうバカ順のよしよしはゴリゴリだ。また失敗しちゃった。失敗しちゃったじゃないだろう。怪我でもしたらどうするんだい。すみません。でもひなとくんに笑顔になってほしくて。笑顔どころか半べそだったろう。その気持ちは素晴らしいけどね。まだ新人なんだし、よしよし魔法もこれからどんどん練習していけばいいから。はい。さあ、外に出よう。みんなが待ってるよ。休み時間は組に関係なく、みんなで遊ばないとね。ナイスシュート、うまくなったな。カイの教え方のおかげだよ。でも本当すごい上達だよ。センスあるね。 B に言われてもな。 B ってダンスはうまいのにサッカーは下手だよね。うるさいな。球技は苦手なの。それにサッカーの才能がなくても、僕にはこの見た目という素晴らしい才能があるからね。あー、はいはい、カイカイ。もうひなとは素直なんだから。このナルシスト。だが確かにセンスがいい。このまま練習すればプロにだってなれるぞ。あ、本当に？カイに言われると自信つくな。元プロだったんだろ？プロじゃなくてユースだ。それってどう違うの？子供にはわかんないか。まあどっちもすごく上手ってことで。適当だな。ねえ、次は僕がボール役をやっていい？遠慮なく蹴飛ばしてほしいな。一慶さん、競技が変わってますよ。よし、カイ、次はドリブルを教えて。あ、
はいはい、休み時間は終わりだよ。もう手を洗って教室に戻ろうね。運動の後はお昼寝の時間だよ。はーい。ひなと、どうした？やだ、全然眠くないもん。また明日できるから教室に入れ。やだ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 。わがままを言うな。面倒だな。よしよし。やだやだ、外にいたい。俺のよしよし魔法が効かない。さっきもお昼寝させたんでしょ。そのせいで聞きにくくなってるのかもね。ひなとくん、泣かないで。ひなとくんが泣いてると、なんだか…みんな、泣かないで。もう、子供ってすぐ釣られて泣き出すよね。そんな言い方はダメだろ。けど、どうしたものか。いない、いない。バー！余計泣かしてどうするのさ。顔が怖いよ。そんな抱っこしても全然泣き止んでくれないね。こうなったら上級よしよし魔法で全員眠らせて。寝かせればいいという問題ではないよ。いよいよ夜眠れなくなってしまう。じゃあどうすれば。俺に任せてください。ジュンさん、何を。見ててください。俺のよしよし。何も起こんないじゃん。違う、上。空からベッド。お昼寝はお外でしましょう。このベッドならみんなで寝られるでしょ。おい、そんな勝手を。ひなとくんはまだお外にいたかったんだよね。でもお昼寝したいお友達もいるから、泣かないで。ベッドに横になってくれる？先生が絵本を読んであげるから。よしよし、いい子だ。じゃあみんな、お昼寝にするよ。そうだ、ついでによしよし。え、グランドピアノ。イケさん、眠れない子供のために子守歌の演奏をお願いできますか。はい、喜んで。外で昼寝だけでもおかしいのに、外にグランドピアノとか。むちゃくちゃだ。でもこれだけの大技を連発できるなんて大したもんすね。というか、勝手に外で昼寝に決めてよかったのか。ああ、すみません。ローさんに先に確認取るべきでしたかね。まあ、たまにはいいんじゃないかな。サナはジュンにお礼言っといた方がいいんじゃない。ヒナトが眠くないのはサナが先によしよし魔法で眠らせたせいだし。それは別にいいんですよ。そもそも感謝されたくてやったわけじゃないですし、ひなとくんが喜んでくれればそれでいいんです。確かにひなとくんも喜んでくれてるみたいだね。わーい、わーい、お外ベッドなんて初めて。それに他の子供も。おい、ジュー。なーに。うわ、寝る子もいるんだから暴れたらダメ。ジュンと遊びたいのに。もうちょっとだけだよ。ジュンと遊んでやるとか偉そうに言ってたけど、なんだかんだでジュンと遊びたかったんだな。ジュンは一人のために自分ができることを全力で考えるからね。今時珍しいタイプっすね。
のびのび自由に、個人を大切に。のびのび自由に、個人を大切に。サナはそんな気持ち最近忘れてたんじゃない？かもしれませんね。だったら純にお礼を。それは結構です。あいつに礼なんて尺ですし。でもサボるために無理やりよしよし魔法で眠らせるのはやめますよ。純の忠告通りに。素直じゃないな。うわ、なになに。これは一体光の柱。ジュンさん、またなんかしたんすか。俺、何もしてませんよ。じゃあ誰がよしよし魔法を。いや、こんなよしよし魔法見たことがない。見て、光の中にいるの子供です。まさか、あれは伝承にある青いおしゃぶりの子供。伝承？青いおしゃぶり？これが俺たちキラヒヨ園の保育士と青いおしゃぶりを持った5歳児、君との出会いだった。